お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM2024、ベースボールカードファーストバージョン開封動画、2回目のパート2でございます。それでは早速ね、5袋目開けていきたいと思います。ごめんなさい、5袋開封していきたいと思います。パート2のですね、1袋目でございます。東京ヤクルトの中村雄平捕手でございます。で、クロスカードでございます。横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太外野手でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。阪神タイガースの前川右京外野手でございます。ソフトバンクホークスのこちらはですね、柳田悠岐外野手でございます。読売ジャイアンツの大城匠捕手でございます。これ限定バージョンかもしれません。で、中日ドラゴンズの津田圭司内野手のこれキラでございます。千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手でございます。で、東京ヤクルトの西舘晃太投手のこれはカードでございます。オリックスバファローズの横山誠也内野手でございます。2袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの西川春樹外野手でございます。かつね、日本ハムにも在籍しておりました。埼玉西武の殿崎修太内野手でございます。中日ドラゴンズの岡林勇樹外野手でございます。で、クロスカードでございます。オリックスバファローズの森友哉捕手でございます。読売ジャイアンツのフォスター・グリフィン投手でございます。で、東北楽天の島内宏明外野手でございます。広島東洋カープのジェイク・シャイナー内野手でございます。で、オリックスバファローズの西川龍馬外野手でございます。で、クロスカード千葉ロッテの佐々木朗希投手でございます。阪神タイガースの下村海斗投手でございます。3袋目でございます。ソフトバンクの、牧原大成内野手でございます。阪神の村上頌樹投手のこれはクロスカードでございます。東北楽天の小深田博人内野手でございます。横浜の、これは三浦大輔監督でございます。北海道日本ハムの野村勇輝内野手でございます。中日の小笠原慎之介投手でございます。
千葉ロッテの角中克也外野手でございます。で北海道日本ハムの進藤優也捕手のキラでございます。で広島の常廣隼人投手でございます。で埼玉西武の上田大河投手でございます。4袋目でございます。でクロスカードでございます。柳田悠岐外野手のクロスカードでございます。はい、こちらでございます。阪神タイガースの大山祐介内野手でございます。埼玉西武の今井達也投手でございます。で北海道日本ハムの宮西直樹投手でございます。オリックスバファローズの、これは小田島誠龍投手でございます。北海道日本ハムの明瀬良介内野手でございます。で広島東洋カープのこちらがですね、中田悠斗内野手でございます。同じく日本ハムのクリアレン投手でございます。で中日ドラゴンズのチェックリストでございます。はい、こんな感じでございます。で横浜 DeNA の京田陽太内野手でございます。最後の5袋目開封いたします。西武ライオンズのフランチーコルデオ外野手でございます。広島カープの、森翔平投手でございます。オリックスの、宗佑磨内野手でございます。で阪神の大山祐介内野手のクロスカードでございます。で 横浜の、これは森唯人投手でございます。で読売ジャイアンツ岡本和真内野手のキラでございます。でソフトバンクのロベルト・オスナ投手でございます。で、ソフトバンクの甲斐拓也捕手でございますが、これ限定バージョンではないかなと思います。で横浜 DeNA の渡来隆起外野手でございます。で最後は東北楽天の中島大輔外野手でございます。以上で2BM2024 ベースボールカードファーストバージョン2回目のパート2、5パック終わりたいと思います。で、パート3をお楽しみください。この後ね、パート3もやりますので、もしよかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。